はいおはようございますこんにちはこんばんはサンロードの花園ですえー、2023年4月の何日だっけ6日かな <laughs> 始めていきたいと思いますえー、今回ですねちょっとマイク変えてみましたね前まで使用してたマイクですねちょっと壊れててねまあ古かったんでねえー、今回これあの もともとプレステ用のですねマイクなんですけども、それをね USB からライトニングに変換するアダプターつけて撮っておりますけどもね、ねちょっとテストも兼ねて、このパッドポッドキャストを配信していこうと思います。ね、ただ、不具合な点あるかと思いますけども、その際はですね申し訳ございません。事前にね若干テストはしたんですけども、ある程度の音量がないとねマイク拾わないみたいで,でして、まあちょっとね、 テストしていこうと思ってありますということで今日はですね朝朝というか毎週木曜日はですね本関連のですね動画上げておりまして今日はねあのコミックとライトノベルのねえ、えー、とランキング、ね、毎週しておりますけどもやっぱり あのー、スパイファミリー、やっぱりあれ人気ありますね、だって発売されてですねそんな経ってないのにね、もう1位獲得って感じでね、やっぱりまだまだ人気ありますよね、確か2期もいつだっけ、秋からだったっけ、始まりますよね、アニメの方がですね、であのー、コミックもそうなんですけど、ライトノベル、ねあの 3, 3つ、3つというか、そのね、あのー、 同じタイトルがねえーえー、トップ10の中に3つ入ってましたよね。何だったっけ？えっ、ー、と隣の天使様は、隣の天使様にダメ人間にいあ隣の隣の天使様にいつの間に隣の天使様にいつの間にか <laughs> 隣の天使様にいつの間にか、えー、ダメ人間にされてた件、ダメ人間にされた件だったかなね。あれがね。 この前、アニメも終わりまして、その影響もあるんですかね、ラノベの,のベの方もですね、えだいぶラ,イクランクインに入っておりますけれども、なんか神々ですけどもね、<laughs> <laughs> ね本当、すごいですよね、まあ確かにね、あれ面白かったんですよね、自分アニメ見ておりましたけどもね、まあ、あんな高校生活遅れればよかったなって感じですけどもね、ね一応恋愛。 ものとなっておりますんでね、恋愛のがお好きな方はですね、ぜひご覧いただければと思います。確かコミックにもなってますしね、また配信、ね、そのアマプラとかそういう配信系でもね、見ることできますんでね、よろしかったら見ていただければと思います。本当、面白かったんでね、あれ。で、あの今日紹介しました、同じ、まあ、恋愛物語で、あの、 山田くんとレベル999の恋をするだったかな。あれもね、ちょっと面白いんですよね。ほんと、あの動画でもお話ししましたけども、以前ね、コメントでいただいたんですよね。この漫画、面白いんで読んでくださいって感じでね。で、実際、一巻読んでみて、ちょっとね、かなり面白かったんでね。自分、よく電子、電子、なんだっけ。 ね、電子で読むんですよね。ね e Yahoo e、でね、ebook、ヤフーの ebook で読んでおりまして、もうね、全巻買っちゃって <laughs> 読んだんですけどもね、一気にね、もう本当ね、一度読み始めると、あれも面白かったんでね、ぜひ読んでいただければと思います。あとですね、あと1本紹介したですよね、あのー、ね、女神のカフェテラス、あれもね、本当、面白いんですよね、恋愛ありって感じでね。でね、 なんか、なんか、というかね,ね、あんまり言うとね、ネタバレになっちゃうんでね、あれなんですけどもね、ほんと感動する場面もありましたしね、もう本当あれも面白いんでね、恋愛ものがお好きな方はですね、ぜひ読んでいただければと思います。あとね、あの、この素晴らしい世界に祝福をのスピンオフでございます、えこの素晴らしい世界に爆炎を、ね、めぐみんが主人公の漫画もね、ありますけどもね、あれがね、今月、 1>, 1月1日に放送あったのかな、初回の放送がですね。あれもね、面白そうなんでね、ぜひ読んでみていただければと思います。ね、っていうか、本当ね、いろいろありますよね,ねあの。いろいろありますよね。というか、最近ですね、ラノベからえコミックになって、アニメ化なったり、また実写、映画化なったりするのが多いですよね。あ,のー、あれもですよね、私の,しわ私の幸せな結婚。 あれももともとラノベだったですよね。それがコミックになって、ね、実写かアニメ化もあったかな。まだかな。ね、実写かなって,言って感じでね。あれもね、結構面白いストーリーなんでね。よろしければ、ね、読んでいただければと思います。ね、もう本当タイトルが <laughs> 長いですよね <laughs>。ラノベからラノベってね。なんでそのなん、そのラノベからコミックになったやつもやっぱりタイトル長いですし。ね アニメもねタイトル長いのばっかなっておりますんでね、本当、ラノベのランキングするときはね、もう本当、全部で1分以内に収めないといけないんでね、もう先週がですね、本当ギリギリ1分って感じでね、もう長いタイトルばっかなんでね、もう、かみかみかみってね、撮影にもちょっと時間かかったりしてるんですけどもね、ね今回はですね、 今回はもう本当、知ってるものが多かったんでね、そこまで噛,み噛むことはなかったですけどもね, <laughs> ね、同じタイトルがね3つランクインしてましたしね、って感じで、毎週木曜日はですねそういう本関係のですね、えっと、コミックと。 えー、ラノベのランキング、またね、私が紹介する本ですね、面白おも、まあ、本っていうかコミックが <laughs> 多いですけどもね、面白かったコミックなどね、えー、紹介していこうと思いますのでね、えー、っと、毎週、またです、あとちょっと、なんかまとまりませんけどもね、もし、ね、読んで面白かったコミックとかありましたらね、コメントをいただければと思います。最近ね、いっぱい読みすぎて、あのー、ね、 e ブックの方もですね、何冊なってたっけもう770何冊ですね、もう800冊近くいってますんでね、もうほんとそれくらい、ほんといろいろ読んでおりますんでね、面白かったコミックありましたぜひ教えていただければと思いますえ。ということで本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバーイ。